フリュアクリア。クライマキナ。おはよう。静かな空間、暗くて優しい。忘れてしまったの、何かを。消えたくない。私生きてる。みんないつかは終わるの。光は闇の中で瞬くもの。無理はダメ。ゆっくりまったり。はじめに会ったのは医師。おはよう、チューニング。おはよう。静かな空間、世界が構築されていく。生きるのはクソ、クソ社会、クソ親、クソ理不尽、クソ、クソ、全部クソ。なのに悔しい。私生きたい。ベーベ、あなたは選ばれた。ここ事故の世界？違うよ。ちゃんと切れて偉いね、ベーベ。ここは現実。あなたの死から2000年後の世界。破死構造体、エデンの表層。天使。私はエノア、機械。あなたの精神と体はプログラムと機械で再現され、蘇りを果たしたの。生きて、ベーベ。人間として、私たちのために。どうしたの？かわいい天使だなって。天使じゃない、機械。それにこの体、本当に機械。天使みたいな美少女に SF の世界観。死に際の妄想だとしても変なの。混乱は当然、でも全て現実。詳しく説明をしたいけど、今はその余裕がないの。行きたいなら私の言葉に従って、レーベン。分かった、天使さんに従う。天使じゃない、私の名前はエノア。奥へ移動して、体の動かし方はデータを転送する。このまま採用を目指して。ここのネットワークだとあなたをアップロードできないから。声が直接脳内に。何がどうなってるの？説明は後、今は指示に従って。
装填完了。データの断片。この辺りはシミュレーション世界運営用のデータセンターだったの。襲撃被害が少ないから断片的に生きているストレージもあったみたい。シミュレーション世界、襲撃被害が少ない。目的地へ着いたら説明するね。腕が動かない。匂いがしない。嫌だ、嘘だ。俺が烈心病になるわけなんかない。私も最初は信じられなかったな。レーベ、安心して、もう烈心病は存在しないよ。体機械になっちゃってるしね。そもそも病気とは縁がなさそう。ファイル、アクティベート、狙い。放て。お願い！いや！私だけでも宇宙船に乗せて！脱出させて！宇宙船？人類史末期の人格データ。気にしないで。神よ、どうして私たちを見捨てられたのですか。いないからね。神も人間の創造物。人間こそが神。素敵なのはそう思える機械のエノーなんじゃないかな。少し時間がかかるけど。ケルビも。ねえエノア、穏やかじゃない気配を感じるんだけど、気のせい？気のせいじゃない、生命の危機。レーベンは察しが良くて偉い。行きたいなら従えって言われたから従ったのに。不測の事態、ダメな機会でごめんなさい。いいよ、悪意がないのは信じる。機械は人間みたいにずるくないから。ありがとう、レーベンは優しいね。優しくはないと思うよ。緊急事態、基本戦闘システムのデータを転送する。応戦して。
を迎撃できて偉い。すごい。どんどんスポーンしてくる系。追加の戦闘システムを転送する。あと少しこらえて。もう少しで彼女が来る。状況か分かりやすく教えて。レーベンはちっちゃいアリさん、相手はゾウさん。無造作に踏みつぶされるやつじゃ。待たせた、メノア。二人とも大丈夫か。味方、今のところは無事。でも状況は最悪。箱庭との同期が完了するまでエクレシアは私が相手をする。ありがとう。戦闘サポートを誠に切り替えるね。はいよ。生きて帰ろうね。当たり前だ。私はやられに来たわけじゃない。 Go ahead, make my day。 やってみろ。望むところだ。海外があるな。さすがは第二人気エクレシア。
第6人機ロゴスとその眷属、第7人機ゾウへの反応もある。人機ってそこのラスボスみたいなやつと同じってこと？そう、私たちを探知してやってきた敵対勢力の一軍だよ。いきなりボスラッシュとかクソゲーじゃん。大丈夫、私たちが戦う必要はなさそうだから。どうして？どうしてかはわからないけど、エクレシオの戦闘がやっぱ敵対勢力に見えた。奴ら今頃度肝抜かれてるだろうな。神出鬼没のエデン最高戦力第二人機エクレシアが突然襲いかかってきたんだから、クワバラクワバラ。巫女のおかげでちょうどレーベンのアップロード準備も完了した。二人ともここが焦土になる前に箱庭へ帰ろう。そうだな、一人待ってるアミの機嫌も怖いし。巫女は仲間思いで偉い。それじゃあ転送開始する。体が溶けてる？大丈夫だよレーベン、別の場所へ移動するだけ。今は疑問だらけで混乱してるだろうが、とりあえずハッピーバースデー、第二の人生おめでとう花丸。ただいま。お帰りなさいですわ。遅いから少し心配してしまいましたわ。不安にさせてごめんなさい。深刻に謝るほどのことじゃないだろう。無事に帰れたし、念願の選ばれし者を見つけられたんだ。その通りですわ。不安というよりも無茶をしないか心配していただけですし、巫女が私との約束を破るわけありませんもの。絶対帰ってくるって信じていましたわ。絶対の語気が怖いんだよ。二人はいつも仲良しで偉い。ねえ、仲睦まじげに話してるところ悪いんですが、いい加減誰か私に説明してくれません？あら、ごめんなさ
はじめまして。私は指導亜美。レーベンは高校生？あ、どうも。はじめまして。はい、確か高校2年生だったと思います。私と美琴が高3ですから、少しだけ年下ですわね。歓迎しますわ。よろしくお願いします。敬語とか不要ですわよ。亜美さんに言われても説得力ないです。そして私は千菊美琴、よろしくな。ってわけでこれで全員の自己紹介は済んだな。説明終了。いや、私が説明をしてほしかったのはお互いの名前とかじゃなくて、死んだと思ったら機械の体になってたり、ロボットみたいなのと戦わせられたり、ここがどこでなぜ私がこんな目に遭ってるのか、っていうかいつの間にか体が機械じゃなくなってるし、後で説明するって言われて我慢してたけど、疑問と混乱で切れそうなんですから。いや、もう切れ気味じゃん。もっと切れますよ。怒らせてごめんなさい。今から説明する。いや、エノアに怒ってるわけじゃないから。まずテンポよく説明してくれよ。人間は戦争で滅亡したの。レーベンの死後半年、今から2000年前のこと。テンポ良すぎて気になることがたくさんあるけど、滅亡の原因が戦争ってどういうこと？離心病が原因じゃなかったの？原因不明の全身効果で致死率 100% を誇った奇病、離心病。確かに総人口を2割以上減らすという猛威を振るったけど、人類滅亡の直接原因は資源問題の激化による世界大戦。やっぱり人間はクソ。滅亡に瀕した一部の人間は種の存続をかけて一機の宇宙船を打ち上げたの。それがエデン。エデンには人機と呼ばれる8機の自律進化する人工生命が搭載されていた。人機たちは人類再生を目的に2000年かけて進化してエデンを拡充し、その結果広がったエデンの巨大な空間の一つがさっきの場所であり、そのうちの2機がさっき遭遇した白い化け物やでかいクジラみたいな影ってこと？その通り。レーベンは理解が早くて偉い。ちなみにエノアも人機だぞ。私は第8人機エノア。でもあの2機とは全然違って人間みたいだけど。人気ごとにエデンでの役割が異なるの。第二人気は秩序維持担当だからとっても強い。第六人気は文明発展担当、インフラの維持運営もしている。そして私は精神再生が担当。それぞれの役割によって機能が違う。そして機能が違うとデザインは変わるもの。なるほど。私は過去を再現した仮想世界を運営していた。実在した人間の精神を再構築するために。ちなみにここ箱庭も小さな仮想世界ですわよ。だから服装が昔のままなんだよ。そして2000年の中でいくつかのシンギュラリティを突破し生まれたのが今のレーベンやミコトやアミたち。 EVE と呼ばれる人格データたち。ごめん、難しくていまいち理解できない。
過去に死んだ人間の精神をすごいプログラムで再現したのが私たちってことですわ。ちょっとだけ理解した気分になりました。マトリックスとシックスデイを足して2で割った感じだと思えばいい。わからなくなりました。ともかく人の精神再生を担当する私は無事に目的を達成した。頑張った。その結果、半数の派閥から攻撃を受けて壊滅状態になったの。え、なんで？レーベンたちが生まれる少し前に統括担当の第一陣機が原因不明のロストしたことが理由。統括担当がいなくなってて陣機も秩序もおかしくなったの。その結果、レーベンたちを人間と認めたくない陣機たちが攻撃を仕掛けてきた。私、ミコト、アミのデータは特殊ストレージのここ箱庭に退避できたけど、多くのストレージが壊されてたくさんの人格データがロストした。私たちの目的は彼らの暴走を止めて生き残ること。そのために必要なのがエデンのシステムに認められた本物の人間。本物の人間？機械は人間の命令に従わなければならない。ロボット三原則の一つですわ。つまり人間なら機械を止められる。でも私たちはまだ本物の人間じゃないってこと。エデンでは人間性のレベルをE クロス P というデータの数量で表す。キルビムや他の人機を倒すことで E クロス P は集まる。E クロス P が増えて規定値を超えればシステムはみんなを本物の人間と認める。本物の人間になれば人機への絶対命令権で暴走を止めることができるの。 E クロス P ってのを集めると人間として認められる。なんとなく状況と目的は分かったけど、どうして私が巻き込まれたの？ロストしたはずの第一陣機から10年ほど前にメッセージが届いた。それは選ばれし者を保護するようにとあなたのことが記されたもの。選ばれし者。本物の人間になる存在という意味だと私は信じてる。だから一生懸命探し続けてようやくレーベンのデータを見つけ出した。狂った人機たちを止めて滅亡した種としての人間を復活させるため、協力してレーベン。なんていうか混乱、話が複雑で理解しにくいし重い。そのうちわかりますわ。私も最初似たように思いましたもの。全く話についていけてなくて、B 級番組のドッキリとか考えてましたもの。ひどいですよね。それに人間復活のためとか言われても、私は人間嫌いだし。人間嫌い？どうしてだ？身勝手で嘘つきで迷惑な生き物だから。全体で見るとそうかもな。私も別に人間なら何でも好きってわけじゃない。だから人類のためとかって大義じゃなくて、自分なりの目的を見つけてそのために頑張る方がいい。生きる理由も人間になる理由もレーベンのエゴが大切だ。私のエゴ？箱庭は安全だ。
休憩しながらゆっくり考えてみればいい。相談くらいならいつでも乗ってやるしさ。データ参照。
アーカイブ開放。どの音楽を聴きましょうか。設定変更。思想カスタマイズ。設定変更。
き参照。リップス。どうだ、少しは気持ちの整理がついたか？全然です。そもそも記憶がおぼろげみたいなんです。自分のことすらあんまりわからなくて。覚えてるのは金髪の少女が好きってことだけ。人を自動愛者みたいに言わないでください。絵の愛の当たりだけやけに柔らかいじゃん。人間が嫌いで機械が好きなんです。機械は純粋で信じられるから。なるほど、機械フェチか。対物性愛者でもないですから。冗談はさておき、記憶がおぼろげなのは目覚めたばかりだからかもな。なら早くお寝ぼけが治るといいんですけど。そういえば美琴さんは目覚めたての頃に戸惑ったりしなかったんですか？まったく、私は順応性が高いからな。映画フリークでとんでも展開に慣れてるし、ヤクザの構想から一転気候派で地球崩壊みたいな脈絡のない展開だってどんとこいだ。クソ映画のとんでも展開はさておき、美琴さんの順応性が羨ましいです。迷うな、悩むな、決めたらまっすぐ進む。それが私の生き様だからな。英語が強くていいですね。そんな美琴さんが決めた本物の人間になる理由って何なんです？かっこいいから。え、かっこいいだろ？はい。この世界で本物の人間になるって、つまり唯一神的存在になるってことだ。天上天下唯我が独尊、最高にかっこいい生き様じゃないか。だろう？同調圧力まで強い。アミさんはどうして本物の人間になろうとしてるんですか？そうですわね。私は家族が欲しいからですわ。どういうことです？社会に認められないと公的な家庭は持てませんでしょ。私の夢は自分だけの家族を持つこと。そして美琴と二人とびきり甘い蜜月を過ごして。うん、ああ、え、あ、美琴さんと蜜月、家族、もしかしてお二人？ええ、そういう間柄ですの。そういう間柄。違うぞ。アミは私の家族だって言葉は嘘だったんですの？それは嘘じゃないけどさ。
けど。アミの言い方だとなんかピンク色の関係っぽいじゃん。家族愛はあっても性愛はないだろう。時間の問題かもしれませんわよ。ちなみにレーベン、お前も今日からは一家の一員だからな。私そういうノリちょっと苦手なんですけど。大丈夫だ、血の掟とかがある方じゃないから。マフィアのファミリーとは勘違いしてません。照れなくてもいいんですのよ。照れてもいません。何が不満なんだよ。私人間嫌いだし、ネクラだからいきなり仲良くなんて無理だし、迷惑をかけますよ。無理に仲良くする必要なんてない。お互いの帰る場所が家族なんですわ。一緒にいよう、一緒に生きようってだけだよ。でもレーベンは私たちと家族は嫌。私たち、機械のエナーも家族の一員なの？不肖ながら。なんだよレーベン、エノアが家族だと不服なのか？機械だからといって差別は反対ですわ。いえ、ただ驚いただけで。お二人は彼女を対等に見てるんですね。当たり前だろ。可愛いが正義ですわ。優しい人間なんですね。うん、ミコトとアミはとってもいい子だったら。エノーの家族になれるなら私も家族の一員で構いません。